招き猫の店舗の例、カーブス店舗の例株式会社腰高ホールディングスは、カラオケボックス、カラオケ招き猫を運営する株式会社腰高フィットネスチェーン、カーブスを運営する株式会社カーブスジャパンなどを参加に持つ純粋持ち株会社である。本社機能は東京都港区に置くが、本店は群馬県前橋市、通称マネキネ、招き猫。 2010年に300店舗を達成し、シダックスを抜いて店舗数1位に躍り出る。2018年現在店舗数、売り上げとも、第1交渉グループ、ビッグエコーカラオケマックについで2位。2017年7月現在で全国に500店舗を突破。韓国、シンガポール、マレーシアにも出店している。多くの店舗でワンドリンクオーダー制、または、 ワンオーダー制を実施しているため質量が安いのが特徴。以前は平日昼は30分10円というように非常に安く設定されていたが10円からの脱却を進め現在はほぼ全ての店舗で質量10円は廃止されている。また多くの店舗で飲食物の持ち込みを許可しているカラオケボックスである。出店戦略としては閉店した個人経営のカラオケ店を借り受け 出店する、犬き出店を中心に行っている。これにより、出店費用を建築出店の2割以下に抑えることができ、上で述べたような利用料金の低価格設定や、斬新なサービスを可能にしている。ただし店舗も拡大のため、2006年9月の本場店を皮切りに建築出店も行っている。社員独立制度による出店も行っている。なお、全店会員制となっており、 入会金は200円で、年会費は不要。会員制度は、全店共通で、一度入会すれば、日本国内の全店舗で使用可能。ランシステムが開発した、自動入会システムが使用されている。設置機種については、ダムジョイウガの3大メーカーが使用されていたが、エクシングによる BMB の吸収合併に伴い、ウガを設置していた部屋を中心に、自社開発の、 スキットも導入する傾向にある。2016年9月1日、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内の全店舗を全室禁煙とし、店舗内に喫煙スペースを設置した。キャラクターは招き猫のマネッキーであり、同店のテーマソングのミュージックビデオには、家族や他のキャラクターが登場している。詳細は、一人カラオケ専門店ワンカラオ参照スーパー銭湯事業。 日本全国5店舗。招き猫同様に閉店した銭湯に犬器で出店。招き猫と食材などを共通仕入れしているスポルトボーリング事業。もともとは三井物産とブランズウィックコーポレーションの共同事業の日本ブランズウィックだった。2010年9月に三井物産が株式売却したため腰高のグループ会社になった。2012年10月に 全株式をビーナスファンドに売却。子会社から外れた。オート系腰高シアターカーブスアメリカ。合衆国テキサス州。ウェイコに本社を持つフィットネスクラブ。カーブスを日本で運営している。日本での店舗網は1900店舗である。特徴として、女性専門30分のトレーニングプログラムを特徴にしている。2020年3月1日にスピンオフ制度を活用して、 独立企業とし、同事業を分離した。2013年3月18日、商用支給前の直近6ヶ月間にタバコを吸わなかった社員に対し、商用を3万円上積みする制度を創設したと発表した。安倍政権の賃上げ要請に応えると同時に、社員の健康増進も図るためと説明している。3月支給商用では2月までの半年間。 9月商用では8月までの半年間にそれぞれ全く喫煙をしなかったと自己申告した社員を対象に所属長などの確認手続きを経て商用3万円増額する2017年8月規定時株主総会の招集手続きに対し不手際があった上場会社にあるまじき投票している株主総会運営に詳しい弁護士もいる腰高ホールディングスは 会計監査人の監査報告書と監査等委員会の監査報告書を受領する前に召集通知を発送した。結果としては2017年11月17日に監査報告書を入手し、24日の株主総会は無事に開催された。腰高ホールディングス側は事務所リミスとしているが、召集手続きの瑕疵として株主から 株主総解決議取り消し訴訟を起こされてもおかしくないケースと指摘する弁護士もいる。また、会計監査人から多岐にわたる勘定科目の残高の誤り、関係会社株式評価プロセスの運用不備など4項目の指摘を受け内部統制に関して開示すべき重要な不備があったとし、同年11月30日に内部統制報告書を関東財務局に提出した。 その後、同社は会計コンサルタントの指導に基づく、決算財務報告プロセスの見直しを行った。また、経理、決算業務にあたる、専門知識を有する人材、及び内部統制に関する専門知識を有する人材の補充を行うことにより、再発防止策を講じている。ありがとうございます。